皆さん、内閣総理大臣に必要な条件は何でしょうか。内閣総理大臣に求められる資質、私長谷川隆は内閣総理大臣に次の6つの条件を求めています。まずは新規国債で積極的に財政出動をすること、そして国民一人一人の一人も漏らさず命と生活を守ること、そして靖国神社に参拝すること、そして旧皇族の男系男子の功績を復帰させること、そして自主防衛を進めること、そして対米独立を進めること、この6つを求めています。この中でまずは国家は財政です。財政なくして国家はありません。この時安倍政権、これまでの政権は財政均衡主義、財政破綻論に取りつかれ、日本国を貧困化させました。これではダメです。積極的に投資し日本の経済を回さなければなりません。安倍政権の政策を踏襲する菅政権、これを速やかに終わろうそうではありませんか。菅政権ではますます日本が貧困化します。